はようございます。失礼します。最初テラスからの撮影になります。最初のこれちょうだいっていう時ってもうちょい目開けてもいい感じ。そうですね、なんか普通に目あんま開いてないように見えますね。ちょっと一応して、あとはもう少し開けるか。ごめん起こした。それ一口ちょうだい。これそこじゃないってそこじゃないって。ここね。ただ自分見たり鏡見たり。はい思ったのはやっぱりずっとさっきからこっちでやってたからこっちの方がすごい下手くそ。舌がうまく、舌がうまく動かしてください。聞きベロ、うん、こっちが意外とベロの動きがむずい。はい、じゃあラスト、ラスト開き具合今ぐらいって大丈夫ですか。開き具合は今の親指の根元もう少し押します。すごいいいです。そのまま一瞬そのインクのついた手をこっちを見せていただいてもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、行きます。お願いします。よし。おー、それこっち持っていただいてもいいですか、ご本人に。すごい、すごい、すごい。大変だったことは、まあ、1回目のあの寝起きでチョコを、このガーナアイスを食べるところのチョコのつき具合がもうほんと自分のこう口の動きでやらなきゃいけなかったんで、結構そこの、まあ、ちょっとしたこのどこまで伸ばすかみたいな部分とか、ちょっとしたこだわりに合わせるのが結構難しくて、そこは結構苦労しましたかね。それ以外は割とその、 あの相手役 の、 あの女性の方もいて一緒にやってくださってたので、まあ、そんなに苦労することはなかったかなっていう感じですかね。いやめっちゃ美味しいですね。すごい美味しかった。まあ本当にこう滑らかというか、そこチョコが普通パリッといくじゃないですか、こういう系のアイスって。でもなんかそういう感じじゃなくて、このバニラと一緒になんか溶けてこう口の中でほどける感じというか、すごく、まあ、新感覚ですよね、こういうアイスの中では。すごい美味しいなと思いましたね。いやでもやっぱお風呂上がりとか最高なんじゃないですかね。僕結構普段からアイスはよく食べるので、いやこれはもう食べちゃいますね、はい。なんかそれほどよくこうあざといんだけど可愛らしいぐらいの、うわこいつあざっとってなっちゃうとちょっと引いちゃうから、それは程よいちょうどいい可愛らしくも見えるし、なんなら男の僕からしたらあんま気づかないぐらいのテクニックを持ってる人だと惚れちゃうかもしれないですけどね、まあ、なかなかむずいっすよ。はい、ありがとうございます。まあでもそれこそあの鏡の前でこう頭やってる時にこう振り向いて、なんか自分じゃ気づいてない感じというか、まあ、普通に考えたら鏡見てる時点で気づいてるはずなんですけど、
あざといですよね。でなんか気づかないでんとか言って言ってる感じとか、多分ああいうの女子にやられたら可愛いなと思うんでしょうね多分。まあ本当に頭のチョコの付け具合はマジで苦労したんで、ぜひそこは見てもらいたいなっていう。まああと単純になんかこうカメラ目線で、まあそういうあざとさみたいなものとか、そこまでこうなんかカメラに向かって何かしている僕っていうのはあんまりやそこまでのことはやったことないんじゃないかなっていう気がするんで、そういう意味ではなんか新しい部分というか、なんかあんま見せたことない僕を見てもらえるものになってるんじゃないかなっていう気がするんで、まあそういう部分に注目してもらえればなと思います。